紫式部が自身の内面と向き合い始めたのは、彼女が夢中を経験していた期間に遡ります。この時間が彼女にとって自ら物語を作り出す決意を固める大きな転機となりました。ここで彼女が創作活動を開始した時の心境を綴った紫式部日記の一節を詳しく見てみましょう。儚き物語などにつけて打ち語らう人、同じ心なるは哀れに書き交わし、世にあるべき人数と思わずながら差し当たりて、恥ずかし、忌み地と思い知る方ばかり逃れたりしを。この文章を解釈すると、紫式部は些細な話題について心が通じる人と交わす手紙の中で、この小さな家で親しい仲間との交流を楽しむうちに、すぐに恥じらいや苦しみを感じることから自由でいられた、と述べています。この一節からは、彼女がどのようにして創作活動において自己表現の自由を見出し、またそれがいかに彼女の精神的な解放につながったのかが伝わってきます。紫式部は、物語を共に楽しむことのできる友人たちに恵まれていたため、彼女が綴った短い物語の書稿を送り、感想や評価を手紙で受け取ることがよくありました。この交流を通じて、彼女は普段接点のない様々な人々や一般社会とのつながりを深めたいという強い願望を持っていました。彼女は自身の作品がどう受け止められているかを知りたいという創作者としての強い欲求に駆られていたのです。紫式部が物語を通じて、自分の感情を解放した場合、それは単なる些細な話ではなく、後に源氏物語へとつながるような本格的な作品だったかもしれません。その当時すでに竹取物語や伊勢物語、平中物語などの作品があり、これらは男性作者による副業的な遊びとして位置づけられていました。かなで書かれたこれらの物語は主に女性が読者層であり、内容に物足りなさを感じている人も多かったようです。この時代の女性作家の一人、藤原道綱の母が書いた、かげろう日記には、次のような記述があります。世順に多かる降る物語の端など見れば、世に多かる空ごとだにあり、人にもあらぬ身の上まで書きひしるして、珍しき様にもありなん。これを解釈すると、世の中にあふれる古い物語を一旦見ると、現実離れした話ばかりであるにもかかわらず、文学としての地位を得ている。そのため私は、このありふれた身の上をも、文にしてみよう。たとえ常識外だと批判されようとも、自らの生涯を記録し、その価値を問うてみせる。という意味が込められています。かげろう日記を書いた、藤原道綱の母が、人にもあらぬ身の上と表現している部分について、直接的な解釈はなかなか難しいと感じられるかもしれません。彼女の夫はその時代の摂政である藤原の兼家で、道綱の母自身も兼家の二番目の妻としての立場にありました。この日記は実際には高位貴族の一員である女性が兼家との結婚生活を綴ったものですから、彼女の立場や感じていた感情の複雑さがにじみ出ています。日記文学では土佐日記が男性作家の紀貫之によって知られていますが、女性の視点から書かれた本格的な日記文学としては、かげろう日記が特に高く評価されています。この作品は974年に完成し、後の枕草子が完成する1001年よりも27年も前の作品で、その時代の女性の生の声を今に伝えています。紫式部もこのような日記文学に触れていたと考えられます。特に世にあふれる古物語の断片を見ると、空の言葉ばかりという序文が彼女の感性に深く訴えかけたのではないでしょうか。彼女は従来のめでたしめでたしという型にはまった結末や、男性中心の恋愛物語に違和感を持ち、新しい物語を創出する決心をしたようです。紫式部は、私が書いた物語は過去の物語とは全く異なり、
他人を喜ばせるためではなく、自分自身の心を満たすために書いた、と述べている部分があります。もし紫式部がこのような心境で物語を書いていたのであれば、それが彼女を新しい物語の創作へと導いたのかもしれません。源氏物語は約100万文字に及ぶ大作で、400字詰めの原稿用紙で約2500枚にもなりますが、彼女が最初からこれほどの長編を目指していたわけではないでしょう。短編をいくつか書いた後、これらを長編に発展させることができると感じたのかもしれません。紫式部が最初に書いた短編が源氏物語のどの巻を示しているのかについては、今でも議論されており、確かな証拠はまだ見つかっていない状況です。源氏物語は54部からなる連作短編集のような構成をとっており、それぞれの部を上と称しています。これは長い紙を何度も折りたたんで形作ったもので、平安時代において紙が非常に貴重で高価だったため、紫式部が自由に大量の紙を使うことは困難であったと考えられます。このため、限られた資源を効率よく使用し、短い物語を綴ることが求められたのでしょう。例えば、母木木という巻に含まれる、天与の志田定めというエピソードは、光源氏の親友たちが女性を評価する一幕を書いています。登場するのは、唐の中将、左の馬の神、唐式部の将など、彼らが繰り広げる会話を光源氏が聞いている場面です。この母木木という短編は、4人の女性の話に分割することも可能であり、紫式部が複数の短いストーリーを書き始めたと考えることもできます。源氏物語の草稿順については様々な説があり、その詳細は専門家の間でも議論の余地があるものの、紫式部が書いた物語が友人たちから高く評価されたことは疑いようのない事実です。彼女自身も作品に対する自信を深めていったことでしょう。そしてそれらの作品を彼女の父である為時に見せていた可能性があります。これらの物語が書き溜められ、やがて貴族社会に広まり、当時の権力者である藤原道長や、彼の正室である智子をも驚かせることになったのです。このようにして、紫式部の物語は時代を超えた影響力を持ち、多くの人々に愛され続けています。紫式部が秋子のもとで、お使いを始めたのは、紫式部が33歳から34歳くらいの頃のことです。時期はおそらく、寛弘2年か、寛弘3年の年末頃ではないかとされています。その当時、女性が人前に出ること自体が珍しく、特に宮廷で多くの人々と関わる女房の仕事は、周囲から恥ずかしいとみなされることが少なくなかったようです。そうした風潮が、女房たちにとっては大きなプレッシャーになっていたと考えられます。藤原の実助は、昭和2年、7月12日付の小遊記の中で、宮廷勤めについてこんな意見を述べています。最近では、太政大臣や大納言などの高貴な家の娘たちでも、父親が亡くなると宮廷に仕えるようになっている。しかしこれは世間では嘆かわしいこととされている。苦行の末代の娘が宮廷に出仕することは、先祖の名誉を汚すことだ。このように、厳しい言葉を投げかけられれば、宮廷で働く女性たちもやはり不満を抱きたくなるのは当然のことでしょう。中宮の貞子にお仕えしていた聖少納言は、枕草子の中で、宮仕えをしている人々を軽率で悪いことだと考えている男性は、とても憎らしい、と書いています。宮仕えをしている女性たちを軽んじたり、見下したりするような態度をとる男性に対して、聖少納言がいかに不満を持っていたかがよくわかります。一方で女房たちは、天皇や中宮といった高貴な方々と直接接する機会があるという特別な立場にいました。しかしそれゆえに、見苦しいと世間から批判されることも少なくありませんでした。聖少納言もその点については、確かにそう言われるのも無理はないのかもしれない、とある程度の諦めを感じていたようです。とはいえ聖少納言は社交的な性格であったため、
枕草子には宮廷での生活を楽しんでいた様子がよく描かれています。そのためたとえ周囲から何か言われても憎たらしいとは思うけれど、それも仕方がないかなと少し余裕を持って受け流すことができたのかもしれません。一方で紫式部は自分の性格について埋もれ木を織り入れたる心馳せと表現しています。この言葉には彼女がどれだけ控えめで内向的な性格を持っていたかが伺えます。埋もれ木というだけでも目立たないようにしている様子が伝わってきますが、それをさらに折って土の中に埋めてしまうほど自分を隠していたいと感じていたのでしょう。こうした自己評価からも紫式部があまり社交的なタイプではなかったことがわかります。実際紫式部は宮廷での勤めを始めたものの、すぐに実家へ戻ってしまいました。そしてその後も約3ヶ月の間家に閉じこもっていたのです。きっと宮廷での人間関係や慣れない環境に疲れてしまったのかもしれません。それほどまでに式部は外の世界に対して慎重で、自分の心の中に留まりがちな性格だったのでしょう。しかしそんな内向的な紫式部も明子の優しく控えめな性格には強く惹かれたようです。明子はあまりにも奥ゆかしく控えめな心を持つ人でした。紫式部にとってその謙虚で気品のある姿勢が魅力的に映ったのでしょう。自分と似たような性格を持ちながらも宮廷でしっかりと役割を果たしている明子を見て、紫式部は再び宮廷に戻る決意を固めました。紫式部は自分の居場所を見つけるためにもう一度宮廷での生活に挑戦しようとしたのです。明子のそばであれば自分の居場所を見つけられるかもしれない、そう思ったのかもしれません。紫式部が再び宮廷に戻ることで彼女自身の人生にも新たな一歩が刻まれました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。